土曜日が来ました。やったー、12時です。いやー、よかった。今月もよろしくお願いいたします。なんかもう来ないんじゃないかと思ってました。よかったです。はあ、よかったよかったです。お願いします。藤井さん、はい、5年ぶりのニューアルバムがリリースされたということで、はい、おめでとうございます。これ放送11月うん、なんか書いてある。ミュージックレストランロイヤルホスト、ありがとうございます。9月21日にリリース今全国のツアーが終わったって感じですありがとうございます。でも嬉しいです。あのミュージックレストラン、そうレストラン入ってるんですか。そう、ロイヤルホスト、はい、ロイヤルホストって、ロイヤルホストさんは、うん、ホスピタリティレストランロイヤルホストって看板に入ってるんですけども、はい、今回は僕から特にこうオーダーを出さずにお願いしますって作っていただいたんですよ、うん、ってなるとやっぱり自分が思ってもないようなものがいっぱいいただけたので、うん、なんか作ってる途中で和食っぽかったり洋食っぽかったりデザートっぽかったりするななんて思ってて、でその時にこうロイヤルホストのメニューが浮かんだんですよ。タイトルをロイヤルホストって付けさせてもらえないかなっていうのと、でご相談したら絶対断られると思ったんですけど OK してた本当に器のでかさびっくりしました。はい、もう店長の格好していらっしゃいますって。めっちゃ楽しそう。もう本当に。お、い、し、い、き、お、く、聞かせてください。おいしい記憶、それは食にまつわる大切な思い出。あのホテルが郵便局だったんですか。ジュネーブですわ。もう確実にジュネーブです。もう分かりました。店員さんですかね、はい、うん、どうなんでしょう。あ、これだ。どうだろう。この番組はそんな美味しい記憶をたどっていきます。わ、おいしい。わ、スパイス、スパイスね。トマトが美味しい。この番組はキッコーマンの提供でお送りします。おいしい香りにあの時の記憶がパッとよみがえる。家族や友達と囲んだご飯、その一つ一つが積み重なって明日へ向かう勇気になる。おいしい記憶はタイムマシン。昨日から今日へ明日へ、美味しい記憶を作りたい。キッコーマン。では今回の美味しい記憶をぜひお願いします、はい、ご紹介させていただきます、はい、山形県にお住まいの60代の女性から届いた美味しい記憶です、はい、幼い頃入院していた母親が退院した日、お祝いで家族みんなで喫茶店へ。そこで食べたフルーツサンドの味が今も忘れられないということだそうです。で、私も大好きです、フルーツサンド。大事にされてる感じがすごい好きなんですよ、ご本人が。なんかこう箱にこうね入って登場なさる時もなんか食べたいな。そうですね。果物の名所にやってきた今回の調査員は、あら、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。山形県米沢にやってまいりました。こんにちは、ライセンス井本です。お世話になります。どうですか、はい、もうリンゴも色づきまして、そうね、もうオープニング撮るにはもう絶好の場所ということで。そうは見えないんですけど。で、米沢やってまいりまして、今回のエッセイを読まさせていただきたいと思います。お願いします。私が幼い頃、母はたびたび入院して家にいなかった。今回はおよそ50年前、お母さんの退院祝いで食べた喫茶店のフルーツサンドの美味しい記憶。家族みんなが久しぶりにテーブルを囲む。そこへ運ばれてきたのは銀の大皿に乗ったいちごクリームと桃のフルーツサンドだった。今思うとあのサンドイッチは昭和40年代の田舎で食べられるとは思ってもみないものだった。しかしあの嬉しい時に奇跡のように出会った味として私はいつまでも忘れない。いやー、素敵なエッセイ。記憶さんのご自宅へ。失礼します。はじめまして、井本と申します。改めてちょっと紹介させてください、今回の記憶の、福田敏夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1年前に中学校の先生を定年退職された記憶さんの福田敏夫さん。早速どんなフルーツサンドだったのか調査です、ね、いわゆる僕がその今思ってるフルーツサンドでいいんですかね。あの生クリームと、いえ、あ、違う、ちょっと違うんです、ね、はい、白いクリームではなくて、はあはあ、
あのいちごクリームの桃色のクリームにスライスした缶詰の黄色い桃が挟んであったんです。あーなるほど、ちょっとトリッキーな色ですよね。はい、こんな硬い中でね夢中で食べましたね。フルーツサンドを食べるため喫茶店で退院祝いをしました。ですが50年経った今、その記憶にちょっとした危機が。何回か食べられてると思うんですけど。いえいえ、その時1回だけ。あ、1回だけですか。一生に1回だけ。一生に1回だけ。はい、その喫茶店もどこだったか私も記憶から消えてしまっていて、はあ、薄れゆく大切な記憶。そこでちょっとじゃあ一緒に探しに行きましょうか。あ、よろしいですか。はい、はい、できる限りは。よろしくお願いします。喫茶店を探し、思い出のフルーツサンドを再び味わいます。そこで記憶を掘り出します。そうそう、掘り出さないと。場所はどの辺ですか。米沢でかつて繁華街だった辰町というところがあるんですけども、はい、狭い階段を上ってって、その2階なんですか。2階にあったんです。2階なんですね。ちょっとちっちゃい窓があって、はい、そこに緑色のクリームソーダ、はい、クリームソーダのレプリカと、それからパフェのレプリカが2つぐらいあって、そしてあの壁にオールディーズ の、 あのレコードとレイアウトされていて。え、名前とか覚えてます、お店の。ちょくちょく行っていた喫茶店のママさんが、ジュネーブっていう名前じゃないかなっていう風に教えてくださったのがありました。ジュネーブ、近くに田園っていう喫茶店もあったんですけども、田園じゃなかったなっていう感じがするんです、ね、いやそうですね。どちらにフルーツサンドあるって言われたらジュネーブにあってほしい。田園ってね。ジュネーブなのか田園なのか。田園のフルーツサンド美味しそうだけどな、うんうん、まず調査で向かったのは市立図書館。図書さん、この特別に今回ちょっとお借りできたってことなんで。ああ、そういうのがあるんだ。お店の名前を手がかりに当時の住宅地図を使って場所を確認します。辰町あるかな。するといきなり、あ、え、どっちだろう。あ、あった。あ、ジュネーブあった。すごい、59年前の地図にジュネーブを発見。すごい。田園を一つ新しい年代の地図で探すと、あ、富士屋あった。ってことはここや、はい、ジュネーブ絶対そうやろ。この辺に鈴木さん家、あ、ほら米沢商店。あ、鈴木さん家なくなってる。住んでたみたいな。3年で何あったん、鈴木さん。なくなったんだ。あ、ありました。あ、あった。本当だ、これもパチンコ屋の隣や。違う、田園も2階なんですね。ジュネーブも2階なんですね。へー。なんとどちらのお店も近くにあるだけでなく、パチンコ店の2階にあることが判明。だから記憶ごっちゃなりますね。そ場所が分かったところで、とにかく現地に行ってみます。あ、藤谷さんや。50年前から残る建物を発見。ところが、田園、駐車場になってる。田園はすでに駐車場に。駐車場ですか。ここか。あらら、はい、名残がなくなってしまいましたね。全くない。次にジュネーブへと向かいますが、ここね、昔は鈴木さんのとこですよ。はい、ここ鈴木さんの家です。うわ、駐車場や。ああ、何もなくなってます。こっちも。ここがジュネーブです、多分。どちらのお店も建物自体がなくなっていました。何にもない、駐車場。ってましたけど。では、フルーツサンドを食べたのはどちらのお店なのか。交差点ですもん。手がかりを求め、聞き込みをすることに。すみません、こんにちは。撮影したらダメですか。いいですか。はい。あのジュネーブっていう喫茶店探してまして。ジュネーブありました。ありました、ええ、たまに友達と会うというと大体ジュネーブか田園なんです。あ、どっちかなんですね、ええ、なんかフルートサンド置いてたとか覚えてません、うん、そういうのはあったと思いますよ。あ、それはジュネーブ。いや、両方そんな感じ。両方あったんか。そうですよね、両方ありました。どっちだ。なんとメニューまで似ていたという2つのお店。市内店だったりして。それもう若い頃むちゃくちゃ行ってたんですもんね。行ってた。お姉ちゃんとかとしてましたね。いろいろ。え、お友達って言ってましたけど、お姉ちゃんと行ってましたね。いいじゃないですか、ね、その当時。うん、行ってたよ。
取り繋がないでくださいよ。いいですかカメラ。いいですか、すみません。10代の頃両方のお店に通ったというお父さん。もっちゃんは堂々と喫茶だけでは正直言って商売3人かもしんないから、ちょっと夜はスナック、今でいうスナックなことでな。あ、そうなんすか。ジュネーブわかります？ジュネーブもそんな感じだね。どちらのお店も喫茶だけでなく、お酒も出す夜の雰囲気があったとのこと。あれはその窓とか。さらに店と違って2階だし、窓もないから暗い。あれ窓あったって言ってましたよね。窓確かあった。いや電員は多分ないような気したな。電話ない。ジュネーブかな。お子さんの時にね、お父さんに連れて行ってもらって、お父さんと一緒に行ったイメージだとすると俺の電員の違うイメージはちょっと違う。ちょっと真っ暗いもんだって俺行った時。真っ暗じゃなかったです。照明なってます。赤根がだってちょっとスケベやから、なんだなあの当時の彼女と電員なんでしょ、ね、でしょ。そういうこと言うなってジュネーブですわ。だとしたら、確実にジュネーブです。もう分かりました。はい、来られましたね。さらに確証を得るために、かつて町の商工会議所で勤めていた鈴木さんにも調査。きっと詳しい。米沢ですか。はい、でジュネーブはご存知？入り浸りでした。入り浸りでした。若い子。あら、ちょっと。去年ぐらいまで若いと思ってましたので。ええ。気づいたら気づいたら年寄りです。年寄りでした。びっくりしましたね。びっくりしました。田園はちなみにもうエレベーターです。しかしここから思わぬ事態に。全然こう眺めが違う感じです、ね、なんかちょっと田園の方が大人って聞いたんですけど。大人なんか夜ちょっとお酒出す雰囲気もあったよ田園はみたいな。いやジュネーブもそうでしたよ。ジュネーブそうでした、うん、なんか窓ありました。田園の場合はあったような気はしますね。でも中であった記憶はそんなないですか。ないですね。ジュネーブはどうですか。ジュネーブは全く窓なんか見たことないような気がします。窓見たことない。ここに来てお店の情報が錯綜。何か決め手はないのでしょうか。ジュネーブさんの脇に、はい、米沢書房さんって本屋さん。なんとお隣だった米沢書房が場所を変えて今でもお店を続けているとのこと。聞くっきゃない。ジュネーブか田園か確証を求めて米沢書房へ向かいます。すいませんこんにちは、鈴木さんから酒井さん、はい、あ、はい、ジュネーブさんと田園さん、はい、はご存知ですよね。はい、もちろん。ジュネーブさんレコード飾ってたとかなんか記憶あります？うん、ジュークボックスがあったみたいな記憶あるし。ジュネーブですね。やはりジュネーブなのか。田園はねジュネーブよりは明るくて、はあ、こう入って真ん中に小さな噴水があったんですよ。あのお店は小さな噴水って初めての情報出てきましたね。田園さんは、はいはい、田園さんではフルーツパフェとか、はあ、そういうふうなものをよく食べてましたね。パフェがあったんですね。パフェありましたね。田園さんですかね。うん、あのレプリカですか、はい、それが飾ってあった。本当ね商品見本を飾ってあったのは田園さんの方じゃないかしら。でも噴水やったら覚えてますね。確かに噴水はちょっと記憶になかったです ね。情報が錯綜し大混乱。大混乱。せめてお店の写真が残っていないか地元の写真館に問い合わせ。ですね、写メを送ると。あらわ。なんとお店の写真が残っているとのこと、記憶が蘇るかわずかな希望を託します。見たらね思い出すかも。あ、これは田園です。でかくね。あ、これだ。ここ田園って書いてる。田園って書いてある、うん、これね、田園の園が見えますもんね、うんうん、そうです、ね、あ、2階って書いてる、うん、2階が住宅だったのかな。じゃあ田園だったのかしら。続いてジュネーブ。あー、そうだ、はい、これがうちです。ユネダーショボ、はい、ユネダーショボ、ここだ。ジュネーブって書いてる。あ、本当だ。たびにジュネーブって書いてる。ジュネーブの方やった。あー、そうだ、懐かしい。ブじゃないですね、ブの方ですね。下唇を噛む方や。どうですか。どうだろう、ちょっと、うわ、どっちなんだろう。そこまでは記憶にないんだな。お母さんのことばっかりね見てるでしょうし。ここまで混乱してしまっては確証は得られず。
ネイブさんその階段を登ってってメニューっていうかサンプルがレースがそうありました。で右側がドアになってて、お母さんも混乱。まあ、でもなんかジュネーブ見れただけでもよかったっすね。よかったです、本当にあったっていうことがね。お店の関係者の消息も分からずここで調査は打ち切り。というわけで、さあということで敏夫さん、一応両方見える場所でフルーツサンドをちょっと再現してもらってますんで、はい、色が特徴的だったフルーツサンド、うわ銀のトレーですよ。ほんでそうして、ね、言うてた。記憶さんの話をもとに忠実に再現した特徴的なフルーツサンド。子供の時嬉しかっただろうな。どうですか見た目。こういう感じでした。こういう感じでした、はい、まさにこの大きさで、ええ、本物香りで美味しいです。美味しいですか。まさにこれです。よく再現してくださったので。いやすごいですね、はい、ちょうど父親の13回忌だったもんですから、はい、今年、はい、この味に再会できてすごく良かったです。いやそう言っていただけると本当良かったです、はい、まあどっちでしょうね。どっちなんでしょう、ね、美味しい記憶探しはお早めに。まあその田園かジュネーブ、あごめんなさいジュネーブかどっちかは結果分かりませんでしたけども、そうです、ね、なんかあの土地にお伺いできて、うん、であったんだなと思いながら、何よりそのサンドイッチのね再現度が高かったみたい で、ね、ね、あのお店に感謝ですよね本当に。でも偉いもんでやっぱりあんなに入り浸ってた方がどっちかなってなるもんなんですね記憶ってね。ねえ、だからそうなんですよ記憶ってそうなっていくんです ね入り浸ってらっしゃったのに本当に、はあ、やっぱでも言っとかないとダメだな。私あのおばあちゃん家にあの飴屋さんがあったんですよ。なんかこう長くビヨーって金太郎飴とかでこうするで、それを作ってるのがめちゃくちゃ小さなおばあちゃんだったんですよ。本当このぐらいの身長のおばあちゃんで、でなんか本当にこのぐらいの身長のおばあちゃんで、グリム童話の本当にでも小さいなって思って、なんか大阪で肉水って聞きません？なんか、はい、よく話題に出てくる千歳さんね、はいはい、千歳っていうお店、うん、中川家よくモノマネするんですけど、おばあ様があの漬物切ってくれるんですけど、大の愛こうやって。強いでしょ、みんなじゃないんですよ。もしもこの国に醤油がなかったら、お魚をこんなに美味しく食べられたかな。お寿司はみんなの大好物だったかな。ご飯を何度もおかわりできたかな。大好きな人と一緒に笑うことがこんなに当たり前にできたかな。料理を作ることはこんなに楽しかったかな。もしもこの国に醤油がなかったら、お母さんの味ってどんな味だったかな。この国にはキッコーマンがあります。美味しい記憶試食させてくださいです。やったー、ないと思ってました。はい、茨城県土浦市の女性の美味しい記憶です、はい、インドの空港に降り立つと、うん、じゃがいもを蒸した香りに包まれる。そうなの？スパイスとかじゃないのよ。それはマシマーのじゃがいもご飯を思い出す瞬間。インドってじゃがいもの香りがするんですか。いや私行ったことないんですよインド。もうないです。わー、誰も正解わかんない。やってきたのは茨城県土浦市。あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今回の記憶さんの高吾明子さんです。広いリビングですね。そもそもじゃがいもご飯って何ですか。インドにホームステイしてた時に、そこのおばさん、マシュマって呼ぶんですけど、そのおばさんが作ってくれたご飯で、マシュマとは
ベンガル語でおばさんという意味。キヨクさんが30年ほど前にインドのコルカタにホームステイした時、マシマが作ってくれたのがジャガイモご飯でした。何をしに留学しに行ったんですか？私はヨガを学ぶために行っていまして、エスラジさんは、はい、エスラジ、ちょっと待ってください、エスラジさんっていうのは、エスラジという楽器を演奏しているので、はい、まあだ名っていうか呼び方、ご主人のことインドという共通点がきっかけで出会った2人。キヨクさんはヨガを学ぶため、エスラジさんは民族音楽を学ぶために共にインドへ行った。いや、なんかおしゃれ。本当だ。ホームステイ先でマシマーのジャガイモご飯に出会ったのです。あ、じゃあエスラジさんもご存知なんだ。いつも質問するとか言って、でも質問することはいいことだよって言って、ジャガイモご飯の作り方を今度教えるねとか、ものすごい親切でしたね。では思い出のジャガイモご飯作ってもらいましょう。これがバスマティライスという、こういうすごい長い米で、バスっていうのが香りで、マティがたくさんという意味で、香り高い高級米でございます。こちらがジャガイモご飯の材料。細いので割れやすいので優しく、お米は研がずに優しく洗い、30分ほど水につけます。じゃがいもを、そしてじゃがいもよく洗って目を取ったら、皮付きのまま先にお鍋の中へ。水につけていたお米と塩を入れます。そして水を入れます。これで、はい、日本米よりも水が多いんですかね。はい、ちょっと多い、うん、で、じゃがいもも入ってるんで。あ、そっか、はい、じゃがいもご飯に祈りを捧げ、ご飯を炊くのと同じ要領で火にかけます。炊き上がるまで特別に。あ、何これ、これがエスラジ。40分ほど経てばじゃがいもご飯の炊き上がり。皮を剥いたじゃがいもを潰し、ギーというバターオイルでコクを加え、じゃがいもご飯の完成。キヨクさん自家製の豆カレーダールと一緒にいただきます。ご主人は本場スタイルで。キヨクさん現地ではこんな工夫もしていたそうです。これにちょっとお醤油を垂らして、バター溶きご飯にお醤油をかけて食べるみたいな感じに、うん、どうですか、マシマの味ですか。どこですか。そうですね、なんかこっちの方が美味しいな。2人が過ごしたホームステイ先の思い出の味、ぜひご堪能ください。さあ、マシマーのじゃがいもご飯届けていただきました。いい香りですね。なんかいい香り、ね、ほんといい香り。ちょっとギーかな。そうです ね今回はですね、キヨクさんが今日はヨガの講習の日ということで、エスラジさんことご主人のタカシさんと、こんにちは。こんにちは。なんかまるでエスラジさんが暇みたいな言い方でね、すいません。エスラジさんもお忙しい中 ね、すいません、お時間作っていただいてありがとうございます。恐縮です。早速いただいてみてよろしいでしょうか。はい、じゃ行ってみましょうか。ここなら今日は付け合わせにダールもありますのでね。うん、うん、そのお醤油かけたくなる気持ち分かります。絶対、ま、間違いなく美味しいです。いただきます。お芋の感じと、やっぱ当たり前ですけど、ご飯と炭水化物同士すっごい合うなっていう。ダール。わ、おいしい。あ、おいしい。カレー豆。わ、スパイス。スパイスね。トマト、わ、おいしい。よくあれですか、
他にもいろんなインド料理作られるんですか、お二人で。あ、僕、うん、あんまり作んないですね今は。すみません、そんな、いいんです、いいんです、すみません。そのインドでは一般的なものなんですか。これあの滞在してたのは東インドなんですね。そこのベンガルでの、まあ、家庭料理かもしれない。レストランなんかではない、インドでもないですよね。家庭料理ということです。はい、面白い。インド音楽に興味を持たれた、はい、その留学までしたいと思ったきっかけ、何があったんですか。世界中の民族音楽と、それからあのシンセサイザーがまあ好きだったんですね、電子音楽、はい、それをこう、はい、融合した新しい音楽をこう作ってみたいと思いまして、その中でもエスラジー、形もそう、なんだ、なんかうなぎの骨みたいな、なんかこう、ね、面白い形の、なんかこう、弦は21本あります。21本、あれこれが多いなと思ったんですけど、はい、21本、キー合わせとか大変なんじゃないんですか。そうですね、家内にはあのよく人生の半分以上チューニングしてるコンサートの時によく言われました。次回は12月17日土曜昼12時、お楽しみに。この番組はキッコーマンの提供でお送りしました。君が少しずつ成長していくから私も成長した。君がいつか世界を夢見たから私もずっと応援したいと思った。だけど本当はこう言いたいの。一緒にご飯を食べよ。美味しい記憶を作りたい。キッコーマン。